日本より優れた戦車を持っていると豪語した韓国が赤っ恥をかいたようです。K2 戦車、別称フクピョは、韓国陸軍が K1 戦車の後継として開発を進めている新型主力戦車で、2007年3月に初めて試作車が一般公開されました。前作の K1 戦車は、韓国にとって初めての国産でしたが、当時の韓国内メーカーは、主力戦車を一から新規開発するには、技術や経験が不足していました。そのため、実際の開発作業は、M1 エイブラムス戦車の開発を手掛けたアメリカのクライスラーディフェンス社兼ジェネラルダイナミックスランドシステムズ社が中心となって行ったそうです。その後、ヒュンダイ精工兼ヒュンダイロテム社などの韓国内メーカーの手で1984年から K1 戦車の量産が開始され、韓国内メーカーは K1 戦車の生産を通じて技術と経験を蓄積していきました。そして主力戦車を国内開発するのに十分な基盤が整ったとして、 K1 戦車の後継主力戦車 KX2 を国内メーカーが中心となって開発することが1995年に決定されました。本当に技術と経験が蓄積されたの？と大思いの方も多いと思いますが、その疑問は無理もないことですね。 K2 戦車の開発はヒュンダイロテム社が中心となり、1998年から主要コンポーネントの試作が開始され、2003年には最初の試作車が完成、2005年にはモックアップが一般公開され、同年に増加試作車が完成したと言われています。2007年には試作車が一般公開され、2008年の建国60周年記念パレードにも参加しました。 K2 戦車は2022年7月27日現在で韓国は260両を保有しており、価格は1両あたり約83億ウォン、約850万ドル。車体及び砲塔正面に複合装甲を、主砲はヒュンダイ WISACN08 55口径 120mm 滑降砲を装備し、データリンクシステムを有します。標準的な第 3.5 世代戦車の構成となっており、韓国国内では、ドイツの主力戦車のレオパルト2やフランスの主力戦車ルクレールを超えたと言われています。一応韓国内では国産率 90% から 99% とは言われているようですが、自動装填装置はフランスの主力戦車ルクレールの開発企業からの導入であり、アクティブ防護システムはロシア系企業からの技術導入で作られているようです。つまりは技術的には他国からの力に頼りすぎているんです。個々の部品も輸入していたりライセンス生産という形で作られているため、純粋な国産とは言えません。韓国で組み立てたんだから韓国産だ。という理論で押し通そうとしているお隣さんですが、さすがにちょっと格好が悪いですね。また、K2 戦車には、チーコドルプル I という GPS 全地球測位システムと、INS 管制後方装置を連動させた位置情報システム、敵味方識別装置、車両間情報システム IVIS を搭載しています。これにより味方と敵の位置情報の共有、攻撃対象の割り振りなどが可能になっています。韓国は味方を誤差してしまうこともあるので、特に敵味方識別装置はなくてはならない必須のアイテムです。敵味方識別装置がちゃんと機能すれば誤射を防げるでしょう。機動面では K2 は20分の準備時間でシュノーケル等の潜水と装具を装着して深度 4.1 メートルの河川を潜水と化することができ、浮上すると速やかに戦闘態勢に移行できます。ただ潜水可能なのはすごいですが、韓国のことです。あれ？あの戦車全然浮いてこないぞ、といった事態が起きないか少し気になります。浮上しない戦車に乗った乗組員は浮かばれませんね。装甲はセラミック系複合装甲が採用されています。装甲に使うとなるとセラミックはアルミナ系やチタン系になるのですが、 K2 の場合は衝撃で砕けやすい炭化ケイ素系セラミックでできているのです。壊れやすい装甲って何の意味があるんでしょうね。ちなみに米国の M1 や日本の10式
ドイツのレオパルト2といった現代の MBT 主力戦車は、いずれも高速セラミックや特殊構造の多重金属装甲など独自の研究によって開発した特殊装甲を採用しています。装甲といえばもう一つの特徴がリアクティブアーマー、爆発反応装甲です。これは爆薬を詰めた金属の箱状のもので、数十個を戦車の表面を覆うように設置するものです。敵の砲弾が金属の箱に当たると中の火薬が爆発し、砲弾の威力をそぎます。ロケット砲弾、成型削薬弾から噴出される高温で溶けた金属の粉粒、メタルジェットを爆発の威力で減じるというものです。しかしこの類の装甲は米国や日本、欧州では基本的に採用していません。また防げるのは HEAT と呼ばれる成型削薬弾の類だけで、各国が主力砲弾とする APFSDS、総弾頭付き有力鉄鋼弾に対しては防御効果が乏しいとされています。しかし案の定というか、韓国の K2 戦車の開発は失敗に終わろうとしています。開発開始の1995年から27年以上経つものの、エンジンの大出力を駆動系に伝える変速機の開発がうまくいかず、試作品は国防衛事業庁の試験に落第に次ぐ落第。ついに変速機の生産メーカー S&T 重工業が、試験方法や性能要求が厳しすぎるとして防衛事業庁を訴えたのです。現地メディアによると、 S&T 重工業は本訴も予告しているといいます。韓国の国産戦車開発は泥沼にはまり込んだ格好になっていますね。韓国通信社のニュースなどによると、 K2 戦車の変速機を開発していた S&T 重工業が変速機の耐久試験にギブアップしたとのことです。 S&T 重工業の主張は、韓国の国防規格は走行距離が 9600km に達するまで欠陥があってはならないことを意味している。この耐久試験中に欠陥が発生した場合、最初から試験をやり直さなければならないというもの。同社では試験に時間がかかり、このままでは試験を無限ループするしかないとし、国防規格や試験方法の変更を求めたが受け入れられなかったとして再試験中断を求め、ソウル中央地裁に仮処分申請を出したことを明らかにしました。国の定めた規格が厳しすぎるという主張ですが、これは試験で赤点なのは試験問題が難しすぎるからだ、もっと簡単な問題に変えるべきだというに等しいです。なんだか子供がダダをこねているように感じてしまいますね。現地メディアによると、かつて K2 の変速機はいつまで経っても国産化できず、車体だけが多数完成して倉庫で埃をかぶる状態になっていたといいます。そこで韓国政府はドイツ製のパワーパック、変速機とエンジンが一体化されたものを約100台分購入し、なんとか完成させて陸軍に納入しました。韓国産パワーパックの開発遅延を受けて、初期生産の100両分については国産を断念してドイツ製パワーパックの輸入をすることが検討されました。ちなみに検討の際、国内企業にべったりな政治家が、輸入の法的手続きがされていない、輸入パワーパックでもテストが必要だから戦力化を早めることにはならないなどと発言して輸入の足を引っ張ったそうです。結果は輸入に対する反対意見を退け、2012年12月に最初に戦力化する100両分はドイツ製パワーパックを輸入することを最終決定しました。この間、当初3両あった試験車両は試験を重ねて消耗していき、量産車両が完成し始める2014年半ばまで走行可能な K2 戦車は試験車両のうち1両のみという状態が続くことになりました。2014年6月、量産車両の引き渡しが開始され、同年末にかけて初の量産分となる15両が軍に配備されることになり、さらに追加で20両の生産と配備が決定。合計35両が2014年内に配備されると報じられ、同年9月と10月には技術不足から要求性能は引き下げられましたが、国産パワーパックの開発が完了したと報じられました。いやいや、要求性能を引き下げて開発が完了って、しかしやはりと言うべきでしょうか。2016年10月に
国産パワーパックに複数の欠陥があったことが露呈。エンジン39件、変速機33件など計72件の欠陥が次々に発生し、さらに運用試験評価でも91件の欠陥が発生しました。欠陥の数が多すぎませんかね、韓国さん。2018年にはすでに生産されている35両以降の生産分は国産エンジンとドイツ製トランスミッションの組み合わせとすることが決定されました。エンジンこそ韓国産ですが、トランスミッションはドイツ製です。つまり韓国製パワーパックは開発できなかったということです。これほど差がつく背景には歴史的な技術力の蓄積の違いがあります。韓国では冷戦時代 M48 パットンなど米軍の中古戦車を大量に使用してきましたが、1970年代には北朝鮮軍も強力な戦車を配備したことが明らかになり、相対的に旧式化が進みました。このため韓国政府と軍は1980年代に独自の戦車開発を模索しましたが、ノウハウが全くなかったためアメリカのクライスラー社に設計を依頼しました。同社は当時米軍の主力戦車である M1 エイブラムスの開発・製造に携わっていたことも考慮されました。開発・試作は全て米国側の手で進み、生産は韓国という形で初の韓国産戦車の K1 戦車量産型が1984年に誕生します。とはいえ韓国での生産は全てアメリカ側の指示通りに作るだけのもので、部品や機構の形状や強度の安全性について理解する必要はありませんでした。後に韓国軍は K1 の手法を 105mm から 120mm 砲に強化した K1A1 を独自開発しましたが、重量増加でやはり変速機に故障が続発するなどトラブルに見舞われています。単純な組み立て作業から脱却できていなかったんですね。しかし変速機といえば乗用車やトラックはもちろん、ブルドーザにもバイクにも、つまりエンジンがついているものには必ず付随する機械です。韓国でも乗用車を生産しており、未知の機械ではありません。この辺で韓国の戦車業界はある勘違いをしたようです。それは自動車の変速機が国産できるのだから戦車の変速機も国産できるはずだというもの。普通乗用車の重量は1トン前後ですが、戦車の重量は40トンから50トン、あるいはそれ以上となり、減速機など駆動部分にかかる力は幾何級数的に増大します。例えば、ドイツが開発した第二次大戦時最強とされる6号戦車ディーガー2の場合、重量は70トン、エンジンは V 型12気筒、排気量 23000cc で700馬力と現代の乗用車とも桁違いです。ドイツではその後も冷戦期にヨーロッパ諸国でベストセラーとなるレオパルト戦車駆種を開発するなど、技術と知識が継承されています。こうした科学力と工業力が基礎にある国こそが戦車を国産化できるのです。韓国に何かと引き合いに出される日本も、第二次大戦時はすでに戦車を国産していました。89式中戦車や97式中戦車が代表例ですね。現在に至っても、韓国はパワーパックを国産化できず、三菱重工から技術供与を受けようとしたようですが、日本政府が許可せず、ドイツが再許可するまで、K2 は、いわばハリボテのままでした。普段、あれだけ日本を叩いているのに、都合のいい時だけ利用しようとするとは、他の国を頼ってほしいですね。まあ、今回は、ドイツが許可をくれたんですが、現在の K2 は坂も上り、パワーだけは優秀ですが、いつまで経っても、継ぎはぎだらけの他力本願戦車のままです。では、ここで、海外から寄せられたコメントの一部をご紹介します。おいおい、20年以上開発しているのに、まだ国産化もできず、まともに走ることもできないのかい。武器輸出に本腰って、リコールの嵐が来るからやめとけ。いや、この国はきっと踏み倒すだろう。言い訳だけは世界一だから。こんな多国籍戦車、買う国あるのかよ。恥ずかしいだろう。このまま溶解炉に放り込んで、電波塔を建てた方がいいんじゃね。
日本の人丸式と比べるまでもない。俺は自衛隊の訓練で人丸式戦車を見たけど、あれはやべえぞ。さて、韓国が引き合いに出している日本の人丸式戦車ですが、一体どんな戦車なんでしょうか。人丸式戦車は陸上自衛隊の4代目の国産主力戦車です。人丸式戦車の開発は防衛省技術研究本部現防衛装備庁、試作・生産は三菱重工業が担当しました。戦闘力の総合化、火力・機動力・防護力の向上、小型・軽量化などを達成。旧丸式戦車の重量が50トンだったのに対し、人丸式戦車は44トンと6トン軽くなっています。最大の特徴は、日本の戦車・戦闘車両としては初めてシーコドルプルアイシステムを標準装備したことです。シーコドルプルアイシステムとは、指揮官の意思決定を支援して作戦を計画・指揮・統制するための情報資料を提供し、またこれによって決定された命令を令下の部隊に伝達するための軍隊における情報処理システム。部隊の統制や火力の効率的な発揮に必要不可欠な、いわば神経です。ちなみに C は指揮、統制、通信、コンピュータ、I は情報を指します。この C コドルプル I による共有情報によって、敵戦車の位置や数、味方の位置や数なども知ることができます。これにより小隊、中隊単位で射撃の統制が取れるようになり、今までよりさらに高度な部隊運用も可能に。C コドルプル I を利用して敵の位置を共有することができるため、無線のみの場合と比較すると射撃目標の配分がしやすくなりました。このことから、味方からの射撃支援により離脱が容易に行えるようになりました。戦車は離脱がとても大事だそうです。戦車の戦い方は一撃離脱、いわゆるヒット&アウェイです。撃っては移動し、また撃っては移動を繰り返します。それに同じ場所に留まっていたら敵から反撃されてしまいますからね。味方の位置がわかるので、夜間戦闘において味方を誤射する危険も大幅に減りました。また赤外線や熱源反応を感知する能力に優れているので、隠れた戦車や装甲車両や人間までも発見し攻撃できます。これらの最新設備により、現代戦車戦に必要な高い戦闘能力を保持していると言えるでしょう。なお、敵の発見や射撃にはデジタル技術を活用します。車内の大型タッチパネルモニターには敵の位置情報や残弾、残燃料等も表示されています。この画面に表示された敵をタッチすることにより自動追尾が行われ、射撃ボタンでの射撃以外にもネットワーク化された戦車の中から一番近い自軍の戦車を割り出し、タッチパネル操作により間接的射撃を行うことまで可能となりました。すごく近未来的なシステムですね。さらに精度の高いスラローム射撃、ジグザグ走行しながら敵を撃つことにより、敵の攻撃を避けつつ前進しながら射撃をすることが可能です。また後退艦射撃も行う能力もあります。この能力により他国の戦車と比べて離脱が有利で、敵を牽制しながら離脱することが可能とのこと。離脱する際も最も装甲の厚い正面を向きながら下がるために撃破されにくくなります。韓国さん、本当に人丸式戦車に勝てますか。韓国の K2 戦車は国産率 90% から 99% と言われてはいるものの、個々の部品としては輸入していたりライセンス生産という形で作られているため、純粋な国産とは言えません。さらには歩兵を巻き込む危険性のある爆発反応装甲を採用していたり、炭化ケイ素系セラミック製の衝撃に弱い複合装甲が装備されているなど、ちょっと待ってと言いたくなるようなものを装備しています。しかもこの戦車、採用している国が韓国以外にもあるんです。2022年7月27日ポーランド防衛省は韓国仕様の K2 を180両、韓国・ポーランド共同開発の K2PL800 両以上、合計980両を調達する基本契約を締結しました。さらには K2PL の経験を反映した新型戦車 K3PL の開発も発表しています。ポーランドに輸出される K2 にはアクティブ防護システムを搭載するとのことですが、果たして
ポーランドで何か問題を起こさないか心配です。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、他国の力に頼りすぎているのに国産とは。韓国の論理では海外製であっても韓国で作ったなら韓国製だということなのでしょうが、他の国では通じません。あとさすがに27年も開発していて、このありさまはひどいですね。パワーパックがドイツ製ということで、ドイツの大伺いを立てなくては輸出も難しいんでしょうね。ちゃんと技術を身につけてから国産のものを作ってください。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。